ってきたりましたね。こうたったわ。こうたりました。よくね、ちょっとコメントでね、最近よく書いていただいてたんですけども、ローソンの骨付きチキン、違う骨付きチキンちゃうわ、骨ぐらいあるわ、やみつきチキンね、やみつきチキンを食べてくださいっていうね、コメントが何件かあったんでね、やみつきチキン買ってきました。160円ぐらいやったかな。うん、まあね、このままこれだけって歌ってしゃあないですね。ほんまにやみつきなんのかと、やみつきチキン言うとるぐらいからな、ほんまにやみつきなんのかということなんですよ。で、まあ、どうしたら検証するか、どうして検証するかってね、他のチキンありますよね、いろいろと、黄金チキンとかファミチキとかね、うん、あんなんとあれもチキンですよ。俺はどっちか言うとファミチキの方、ファミチキ側は L チキの方がやみつきですよ。もっと言うなら唐揚げ粉の方がやみつきですよ、ということでね、こいつが本当にやみつきになるのか、他のものとね、食べる対決してみろ。食べる対決ちゃうけどな、食べ対決してみます。まあ、公正な審査はないですよ、そら。俺の勝手な意見やからね。うん、皆さんの意見と違うこともありますよ。まあ、だけどまあね、俺の食べた感じはこうだって言ってね。で、今回は、やみつきチキン。ローソンではもう一個ありますよね、黄金チキンです。で、この油でびちょびちょ濡れちゃってるミニストップのなんかなんジューシーチキンで、ファミチキプレミアムで、セブンイレブンの骨付き鶏、骨付きチキンかな、こんだけ買うてきました。まあ、では早速ね、まずこいつからね、やみつきになるのかどうか食べてみたいと思います。いただきます。食べ方ってこういうね、あれジューシーやな、立派な、こんなんもちゃっちゃいきますぜ、ジューシーですわ。じゃいただきます。うん、うわ、ニンニク効いてんな。飲みもいります、コカ・コーラライフ、コカ・コーラライフ、フライドチキンには、うん、ああ、爽やかやな。で、アメリカのお前飯風景がこんなもんで食えるかって、なんかライフってライトみたいな、まあビール超えてますよ、ビール飲もう。プレミアムモルツ、香るプレミアム、天然水 100% でしょ、やっぱビールの方がいい、うまいな。なんかこういったこぼしそうやけどな、やみつきチキン、うん、はい、たぶんこれ香川とかのあれやわな、骨付き鶏の感じやわな、うん、めっちゃスパイシー、ニンニクだれが効いてる、うん、完全に大人の味やな。よし、じゃあ一緒のローソンの黄金チキンいきましょう。あ、この辺は開けてったらね、違うっちゃ違うけどな、うん、でね、黄金チキンうま塩っていうのよ、黄金チキンしましょうかね、からこれ黄金チキンうま塩ってやつね、これ160円、これ黄金チキンより高かった、こっちの方は、あ、骨やわな、うん、うま塩やな、
もんやな全く別もんや、対決させるもんじゃないかもしれんな。これもうまい、これもうまいんだってうん、ね、肉的にはねジューシーって、やみつき鶏の方がなんていうの、弾力ありジューシー、こっちはね、パサパササバサバパサパサしてて、だけどこれ揚げてる感の唐揚げ感はやっぱうまいよな。プレミアム、それ行こう。まあ順番にこれ行くか、これ行くか。これあのね、わお、クリスピーやな。ミニストップのやつ。お、カリカリ系のやつね。うん、カリカリ系のチキン。ほっ、あの赤辛いやつしました。見ての通り。見ての通りの、うわジューシーっていうか脂っこいな。これまたビール進むな、これパンに挟みたいな。感じ的に L チキン近いかな。全然ちゃうやん、全部それぞれいいって一番言いたいわ。それぞれいい、めっちゃ辛っ。ミニストップのチキン、まあ普通のわけよね。辛っ、辛いわ。マーガリン入りバターロール4つ入ってる、100円。うん、うん、奥歯が痛いな、歯医者かな。奥歯が痛い。あれどうしたの俺、下の歯ね、前も言いましたけど左側は詰めてるの外れ、こっち側はちょっと炎症起こして痛かったけど、それよりも上の歯の方が今痛い。歯医者行こう、ということで、続きは後編で。